今日はさ、急におじさんの店のバイトが入っちゃってさ。なんだなんだ？じゃあ今日の部活はお流れってわけか。いや、いや、申し訳ない。そんなに部活がやりたかったら、おじさん抜きでやってもいいけど。部活ロッカーにゲームがいっぱい入ってるからさ。どれか適当に選んで。やめとく。俺がいじったらロッカーの中身がドサドサって溢れてきそうな気がするよ。そうだね、素人は手を出さない方が無難かもしれない。ミー、先生が体育倉庫の鍵を探してますですよ。心当たりはありませんですか？あれ？私、職員室に返せなかったっけ？ほら、やっぱりミオンさんですのよ。私、絶対絶対絶対そうだと確信してたでございますわ。僕も大正解なのですよ。さとこと一緒に大正解なのです。やかましい。あ、そうだ、二人とも聞いたか。今日はミオン、バイトがあるから部活はお休みだとさ。あら、そうなんですの？それはつまらないでございますわね。み、ミヨンってバイトをやってるんだよな。あいつ、一体何のバイトをしてるんだ？別に、決まったお店でお勤めをしてるわけではないのです。決まってないってことは、じゃあ、日雇いってことなのか？おじさんの店にお休みが出たりすると応援に駆けつける便利屋さんなんだそうですわ。ああ、なるほどな。そういえばおじさんのとこでバイトなんて話、前にも聞いたことがあるような気がする。お店を持ってるおじさんがいっぱいいるので、ミーは引っ張りだこなのです。圭一さんはご存知ありませんの？沖ノ宮にはミオンさんの親戚の方がやってるお店って結構いっぱいありますのよ。へえ、それは知らなかった。そんなにいろいろあるのか？ええ、パン屋さんとか八百屋さんとかラーメン屋さんとか他にもまだまだ。あの部活をやったおもちゃ屋さんもそうなんですのよ。ミオンの一族って何気に詳細があるんじゃないのか。それだけいろいろあるってのもなんだかすごいよな。他にも
金融業とか不動産業とかアパレル産業とかアミューズメント産業とかいろいろやってると言ってますです。あいつに物を借りると妙に返却期限にうるさいのは金融業者さんの血が流れてるからか。納得納得。ミーに100億長者ゲームを借りたことをコロリと忘れてしまったら、リアルで100億長者ゲームをプレイさせたるどと凄まれましたのです。リアルに100億長者ゲームをプレイなんてなかなか入会そうですわね。さとこはいい子さんですから、なでなでなのです。